ソフィア・ジェクス・ブレイク・エディンバラセブンは19世紀後半のスコットランドのエディンバラ大学で医学を学んだ7人の女子学生で大学から学位の授与を拒否された。セプテン・コントラ・エドナムとも呼ばれる。イギリスでの女性のための大学教育は1869年に多少可能となったが、ソフィア・ジェクス・ブレイクがエディンバラ大学での医学の講義に参加するのを求めた。 時、一旦は、医療学部長によって認められたが、後に強い反対が起こり、男女混合クラスで教育することも、一人の女性のために授業を行うことも許可されなくなった。チェクス・ブレイクは、一緒に授業を受けるメンバーを集め、女性クラスを作る資金を集めた。最初に、イザベル・ソーン、エディス・ピーチー、マチルダ・チャプリン、ヘレニ・エバァンスが参加した。 ソーンとチャプリンは、ロンドンで、助産師を勉強をしており、ピーチーは、薬剤師になろうとして許されなかった。1869年10月に、エディンバラ大学に入学し、授業を受けることができた。その後、メアリアンダースンとエミリー・ボベルが参加し、医学生は7人となった。医師、教授、世論の中に、エディンバラ王立診療所での実務経験を許可する、ことや、 女性の医学の学位の対象とすることに強い反発があった。反対者の中には有力な教授ロバート・クリスティソンらもいた。新聞、タイムズやスコッツマンで論戦が行われ、1870年11月1日に解剖学試験が行われるエディンバラホールに数百人の群衆が集まり、女子学生をやじり、ゴミを投げつけた。 ジェクス・ブレイクは立ち退くのを拒否した。この事件は、サー・ジェーンズ、ホール・ライオットと呼ばれ、騒いだ3人の学生に罰金が課せられた。他の女性学生は、授業に参加し、一部の医師は、授業をすることに、好意的であり、指示者が、女性の医学教育を保護する、委員会を作ったが、結局、彼女たちに学位が与えられることはなかった。1873年に、 女性の学位を拒否する大学の権利を支持する裁判所の判決が出され、多数決で女性が第一線で働くべきでないとする判決を下した。これらのことが女性の権利に対する戦いの強い動機となった。ジェクスブレイクはロンドンに移り、キャンペーンを始め、1874年の秋、ロンドンにロンドン女子医学校の設立するのに貢献し、 最初の14人の学生のうち12人は、エディンバラ大学で学んだ学生であった。エディンバラセブンのうち6人が、新しい学校に入学した。イザベルソーンは、社交的で、学校の運営に向いたので、医学を学ぶのを諦め、名誉事務長となった。5人が1870年代後半に、ベルンやパリで学位を取った。 1876年にイギリスの医師制度が変更されたが男女が平等に評価されるようにはならなかった。1878年にジェックス・ブレイクはエディンバラに戻り、市内初の女性医師として開業し、後にブランツフィールド病院になる貧しい患者のためのクリニックを設立した。スコットランドで女性医師免許が交付されるようになると、 エディンバラ女子学校の設立を助けた。エディス・ピーチーはリーズで働いた後、インドの病院で働いた。マチルダ・チャプリンは東京で助産師学校を設立したが、後にロンドンで開業した。1889年のスコットランドの大学法が制定された後、エディンバラ大学とスコットランドの大学は1892年に女性の学部生を入学させた。 ザスコツマン23ノベンバー1870ありがとうございます。